ちょいよ。ラジオの相談、今日もやっていくんですけど、今日はね、バランス調整の前にね、強くなる、デッキを予想、あとは、弱くなるデッキもね、考えていきつつ、今シーズンのね、報告と一貫していただきたいなと思います。ということで、今シーズン、このね、30ステッキでトラゲしてたんですけど、結果、はい。まあね、終盤200ぐらい落ちて、7572という感じで300位ですね。はい。で、7798と、までしか上がらなくて、もうね、マジで、もうちょい上がりたかった、正直。8000目指してたんで、7900ぐらいは行きたかったですね。またかすりもしなかった、8000に。ちょっとね、まだね、ちょっと、もうって感じなんですけど、で、ボノスの順位的には、コタが1位ですね。で、最多トロ、7850ですね。ペッカ。このペッカで上げてました。で、2位が俺ですね。で、30種で2位です。で、はい、ラットが、7761かなまで上げていて、みかんさんが次に、ペッカで、7773は確か前回のシーズンのトロなので、今シーズンは4位かな多分。うん。で、次が、テンゴットですね。テンゴットが、今回ダントツのビリでした。7347ということで。で、サイトル7663という感じで、まあまあ結構言ったら、785から7766でね、まあキュッと縮まってるんですけど、まあみんな言ってもね、8000目指してたんでね、まあもうちょい上行きたかったなっていう感じではあるんですけど、まあ30種ですね。で、次の修正で、まあこれですけど、ハンターが、まずね、情報修正されます。まあ俺が今使ってるカードで関わりあるのはトリトンとハンターぐらいなんですけど、ハンターがね、一発、こうね、今、トーナメレベルだと 69×10 なんですけど、これが 7-0 になり、何がね、変わるのかっていうと、まず、ベビデルとかは2パンのままだよな、多分。うん。あ ?3 パンか、ここら辺が。まだ3パンなんですね。はい。で、インドラがワンチャン、あ、じゃあ2パンか。これ、ヒットポイント多すぎるわ。はい、2パンですね。このドラドラシリーズは2パン。で、なんと、メガゴが、ワンパンになります。700。一発700なんで、ハンターの3弾10個全部当てたらメガゴワンパンになります。同レベルでね。はい。なので、結構ね、強いんじゃないかなと。あとね、ここら辺はでも2パンですね、やっぱり。2パン、バルキリー3パンか。まあ、そこら辺ですね。はい。なんで、ハンターがね、まあ、メガゴに対してめちゃくちゃ強くなるという感じで、今まではね、メガゴに対して直圧すると、結構ね、メガゴにシャッシャッシャッっていう感じで、結構相打ちみたいな感じだったんですよね。そうだから、スケとかで竹を取ってからやらなきゃいけなかったところを、メガゴワンパンできるんで、メガゴに直当てでもね、ハンターで消せるようになります。なので、使用率、めちゃくちゃ高かったメガゴも、ちょっとね、下方されるんじゃないかなというところで、下方じゃない、減るんじゃないかなということでね。まあそんな感じですね。で、はい。ダクネが、4体枠って言ったっけな、確か。結構ね、壊れるんじゃないかなって思ってますね、個人的には。うん、今の状態でも言ってこれ使いは、ダクネを入れてね、みんな使ってて、別にトロ上がってるので、多分その最初に上がんなかったのは、トリトンに対しての慣れがなかっただけなんですよね、多分。そうだから、これ使いは、別にトロ上がってたんで、結構ね。そう、だから、そんな、もともと、で、やっと慣れてきて、ゴレ使いがトロ上がるようになってきて、で、運営はその、あれ使用率少ないなぁ、つって、なんかゴレを、の後ろにつくね、ダクネが情報されて、なのでね、ちょっとなぁ、っていう、いらなくね、それっていう感じなんですけど、で、ネクロですね。ネクロがリワークされるということで、まあ、好きが4体。だからね、ネクロとかダクネって、そのクローンデッキに入りやすいんですよね。だから、まあ、またクローンがちょっと増えるんじゃねえかなって思いますね。うん、で、はい、それをね、制するのがこのウォールブレイカー。ウォールブレイカーが、次、範囲が、2倍になり、攻撃範囲が2倍になり、トーナメレベル、今440なのが、400ダメージになる。それで、なんだっけな、コストがね、2になるっていう、ね。もうバカっすね。もうバカ。あのね、コスト1個下げるのって大体ぶっ壊れになるんですよ、いつも。で、ウォールブレイカーって普通に、2コス呪文じゃ死なないんですよね。そのタゲを、ディガーウォールブレイカーとかだと、ニコス呪文じゃ死なないんで、そのね、ちょっと、アナポイ系がまた増えるんじゃないかなと。だから、インフィアナポイハンター、ウォールブレイカーコウモリディガーみたいな、そんなようなのがね、また増えるんじゃないかなっていう。多分ね、建物にもめちゃくちゃ強いし、ニコスだったら、結構ね、強いし、ね、範囲2倍だから、その、ケツから出した、そのなんだろう、ダクネとか、
あとはなんだろう、メガゴーとかベビドラとかに対して同サイドパンって投げると範囲2倍になってるってことだから多分巻き込めるんですよね。そうだから、でしかも800ダメージ2コスで放置したらね、それ結構えぐいんじゃないかなっていう。しかも建物とかにもね普通にダメージ与えるからなかなか強いんじゃないかなっていう感じですね。はい、でトリトン、でトリトンがヒットポイントが下がり、攻撃力も下がり、攻撃力がねゴブリンがワンパンできなくなると。でヒットポイントは下がるので、ペッカープラスザップで死ぬようになるのかな。今ヒットポイント多くてペッカプラスザップじゃ残るんですけど、ペッカプラスザップで死ぬようになるから、言ってもなんかそのメガナイトとかペッカをもうトリトン一体で受けるみたいな、その無茶な受けがねあんまりできなくなるっていう感じですね、個人的には。まあ、ただ3コストにしてはやっぱり今までがね言ったら5コスト分ぐらいの働きしてたんで、なんか別にそんなかなっていう、うん、正直。ただ弱くなるって思ってる人と強くなる、ね、別に使えるくねって言ってる人は結構分かれてるんで、まあ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 、これは修正され次第分かるかなって。でも俺ら今結構トリトンに依存してるんで、まあ、トリトン、うん、まあ使うかなって感じですね。まあただその何でもかんでもラバに入ったりとか、まあ、何でもかんでも今まで入ってきたんで全てのデッキに。まあそこがだから、まあトリトンちょっと弱いなってゴボーリになったり、ちょっと施設が増えたりとか、まあそんな感じなんじゃないかなっていう感じですね。でこれでね多分強くなるっていうデッキが、多分このアナポイがまあしばらく増えるんじゃないかなっていう。アナポイが増えて、まあ、ゴレとかがね、まあ、終盤アナポイにはちょっと1本おられるけど、まあ、ゴレを終盤ねデーンっつってあのまあ展開するみたいな、ね、そんなのがね、まあゴレとかアナポイが増えるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、施設が増えるから若干バルーンとかがちょっとバルーンとかホグとかがまあきつくなるのかなとか思いつつ、まあ、そんな感じですかね。はい。で、俺の三重士は、ね、ハンターが強くなるんで、で、トリトンが弱くなるんですよね。そう。なんでね、どうなのかなっていう感じではありますね。うん。ゴレとかも最初の方は勝率良かったんですけど、終盤の方ね、なんかやっぱ、ゴレ使いの方が結構慣れてきてて、なんかもう、トリトン見た瞬間ライトニング打ったりとか、結構ね、やっぱトリトンに対しての立ち回りをね、確立した感じがあったので、まあ、若干厳しいのかなっていう感じはありますね。はい、という感じで、まあ、終盤で一度ラバクロをやっちまったんですけどね。はい、そんな感じで、まあ、トリトン最強みたいな、とりあえずトリトン入れとけぐらいにはなんないけど、まだまだ全然強いんじゃないかなっていう感じでね。とりあえず、30試、まあ、そんな感じですね。マルチ1戦ぐらい行こうかな。いやー、そうですね。次の環境どうなるのかなー。で、しかも、今週ね、ラストの、レギュラーシーズンラストのドラゴン X 戦が、もう環境変わっちゃうのね、今日。なので、どうなるのかなっていうのはありますね。ウォールブレイカー、2v2 とかのウォールブレイカーとかね、めちゃくちゃ増えたり。逆にウォールブレイカーに、その、ベビメガゴはね、若干弱いような気がするんですよね。その、ベビメガゴを入れると、やっぱりね、回転が遅くなるんで、その、なんだろう、抑えれても、次の時にね、抑えれなくなっちゃうと思うんですよね。そう。だから、はい、なのでね、やばい。エラー増えちゃった。そうなんでね、だから、若干大型環境でもダックネが強化されるからなーっていう感じですね。そう。だから、インフェ突破とかをし、まあ、ライトとかを積んだ、とか、まあ、ザップを積んだクローンデッキが増えるとか。まあそういう感じなのかなって思いますね。わかんないですね。マジで。マジでこのさ、トリトンがさ、強化されて、もうこれトリトンだらけになるやんつって結局なって、去年、もう、前シーズンからね、想像できないような環境になってるから、今が。だからね、どうなるのかはわからんですね、正直。まあ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 。とりあえずこれ、ボスあったよな、確か。ああまだ見てねえか。ダックプリだったらね、これトリトンでピュッて引っ張れるんですけど、ゴースト消えてるからね、引っ張れないですね。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。でこれをゴーストとかで受けて、工場かゴーストぐらいしかないと思う。あ、ラムか。いや、これ起動できたな、キング。もったいねえ。いや、もったいない。もったいない、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 もったいない。最悪だ、マジで。いや、キング起動ね、ちゃっちゃしないとね、これ次に、キング起動って大体、ゴーストでするにも、ラムでするにも500ぐらいダメージ食らうんですよね。今みたいに。そうだから、それをね、結構ちゃっちゃやっちゃいたいんですけどね、正直。じゃないと、ちょっと渋い。言うの。
しょ。まあ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 、まあ、こんな感じでね、形も作りつつ、起きようできるな。とりあえずマジアチャでね、筋肉起動し、よいしょ。これまあ来てもいいように30ステップをします。で、あ、まあポイズンですね、まあ、ポイズン打ってきたら、まあ、あの二重子が右の子にするんでね、パッパッパってセパしちゃっていいですね。ちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃ、これ結構いいよ、いいですね。お、かけてくる、そこで、よいしょ、 OK。 まあ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 、でこれまた、まあ、ポイズン、あ、もし端前特攻されたら怖いんでね、2倍ぐらいはここら辺から30出すのが理想ですね。これどうせポイズンで死ぬから延命しないです。はい、これをこっちにつけて、こっちつけぐらいだけ投げ出して、よいしょ。渋みんか、さては、やばい、やばいか、やばいか。まあこれでもどうせ左にももう一体出るんで、チュチュチュンとやっていき、ちょっとやばい、ちょっとだけね、ワンチャンマジャチャ来そう。危ない、あ、来たかった、危ねえ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 。まあそんな感じでね、このハンターもちょっと強くなり、まあただトリトンが弱くなるということでね、まあちょっとよくわからなくなっちゃうんですけれども、まあね、次のシーズンまた、強いデッキ見つけたらね、すぐパッて投稿したいと思うんでね、まあ、もしよければ高評価チャンネル登録、よしよしよし、ということで今日も読んで終わります。また次のね、環境で会いましょう。バイバーイ。